日本はですね、TPP、参加を決めまして、ようやく東アジア太平洋のですね、経済連携というものが少し進み始めているように見えます。また RCEP と言われる取り組みも今進むというかですね、行われようとしております。ただその時にですね、日本のそれこそ大きな経済的な連携国である台湾をですね、外して考えていいのかどうかというのが一つの今日のテーマになると思います。それでは早速プログラムに入っていきます。日本及亚太国家在考量区域经济整合事宜时，不能忽略台湾的存在。日本是台湾的第二大贸易伙伴，台湾是日本的第五大贸易伙伴，双方经贸关系紧密。去年贸易额超过美金600亿美元。2011年双方签署了台资投资协议后，去年11月又签署了电子商务及金融监督管理等协议，使双方的经贸合作领域更加广泛。去年双方人员来往也超过365万人次，今年预料将突破400万人次。特别是今年3月至5月，台湾访日人数连续居日本外国旅客人数的第一位。对日本而言，台湾可以说是关系最紧密的合作伙伴之一。对外贸易的发展是台湾经济成长的关键。在全球经济自由化的趋势之下，与主要贸易伙伴进行经贸自由化及参加区域性经济整合，是台湾不可或缺的生存之道。台湾去年7月及11月分别与纽西兰及新加坡签署经济合作协议。台湾的后续目标是参与跨太平洋伙伴协定 TPP 及区域全面经济伙伴协定 RCEP。 TPP 12个谈判成员国与台湾的贸易总额占台湾对外贸易总额的 34%， RCEP 成员国则占 57%。 对台湾经济发展而言，二者均具高度的重要性。此外，台湾也规划建设自由经济示范区，积极面对全球贸易挑战。有关台湾参加 TPP 的议题，日本外务省发言人佐藤地于6月18日定期记者会上表示， TPP 系对亚太经合会经济体开放的协定。日本政府认为台湾期盼参加 TPP 是件好事，对台湾参与 TPP 之兴趣表示欢迎。本人确信台湾参与 TPP 等东亚经济东亚区域经济整合，也有助于强化台湾与日本的经贸关系，对建构双方更深一层的互惠关系也有帮助，期望日本各界予以支持。谢谢各位参加今天的研讨会，也预祝研讨会成果丰硕，谢谢大家。今天非常高兴能够前来东京参加我们今天的国际研讨会。我本来也以为大概来不了，因为那个台风是先到台湾了，然后再到日本来。本来以为这个我的班机会因为台风的原因没办法到日本来。我很高兴这个能够成行哈，那让我也有这个机会从台湾的角度来与各位共同探讨。
台湾亚太，特别是东亚区域经济整合的相关的一些问题啊，这个个人感到非常的荣幸。最后呢，容我再度的强调，台湾跟日本之间除了有深厚的历史文化跟产业合作的关系，进一步推动合作的关系是符合台日双方各自的利益。我们衷心的期盼台日之间能够签署双边的 EPA， 台湾能够早日加入 TPP 及 RCEP， 在这个基础之上，将更有助于台日共同携手为这个东亚地区的这个经贸发展进一步的吸引。以上报告，谢谢大家。私は台湾のことをそれほど詳しく知っているわけではございませんので、主に日本の視点から見てですね、この TPP というのはどういう状況にあるのか、どういう意義があるのか、あるいはどういうこれからその可能性があるのかということを少しお話しさせていただきたいと思います。で、 TPP が進めば進むほど RCEP もやっぱり早くまとめなきゃいけないというものなので、ですから、ある意味で言うと TPP と RCEP は決して別に排他的なものじゃなくて、相互に刺激を与えながら同時に動いている。しかも EU もこの動き非常によく見ていますから、日本が TPP に参加すると表明したことによって、EU もより真剣に日本と EU の経済的協力を学びようとしているわけです。そういうその中で今後どうなっていくかということは、故障ほどですから分かりませんけど、今非常に重要な時期に来ていて、しかも大事なことはそれが動くということ自身が日本の国内の農業政策だとかいろんなものを動かす重要な原動力になるかもしれない。で、台湾がじゃあこういう中でどういうそのポジションを取るかということは私は分かりませんけど、少なくともやっぱり1年前2年前に比べると台湾はこの大きなダイナミスの中に入る多分チャンスが大きくなってきていると思うんですね。で、ちょっと非常に細かい数字の話になりますけれども、一体この今アジア太平洋で何回も出てくる TPP、RCEP、いくつかのこの EPA の枠組みがありますけれども、これができたときに、先ほどすでに張先生からもご指摘ありましたけれども、一体経済の効果っていうのは数字で言うと何パーセントなんだ、何兆円なんだという、ちょっとその数字の話に特化をして、どういった経済効果が大きいのかとか、あるいはそうでもないのかといった比較をすること、そういったところを中心に経済モデルを使った数字のシミュレーション分析の話を中心にさせていただきたいと思います。以上、細かい数字のグラフばかり見ていただきましたけれども、ポイントはこの5つで、 TPP と RCEP は競争相手ではなくて相互に協力ができる、ただしどちらにも入っていない人にとってはマイナスになるので、より広い範囲で例外なくみんなが参加する形で進めていくべきである、関税撤廃に加えて非関税措置削減の方がより大きな経済効果の期待ができる、地域の中では中国、ロシア、アメリカの貢献度が高く見えますけれども、むしろ ASEAN を中心とした様々な国にとっては経済連携という国際交渉ではありますが、自らの国内の改革によって利益を得ていくことが一番大事なんだと。以上、5つ申し上げさせていただきました。ありがとうございます。私はちょっと台湾にですね、フォーカスを当てて、今日お話をさせていただければというふうに思っております。先ほども述べましたように、台湾は貿易立国で貿易依存度が非常に高いということでございます。で、ここで貿易で関税等々を中心に不利な状況に置かれますとですね、台湾経済の成長というのは致命的なダメージを受ける可能性があるということでございます。台湾の得意とする水平分業の強みというものが一層発揮できるというメリットがございます。で、2番目の要素で忘れていけないのはやっぱり韓国との競合ということだと思います。この地域経済連携の中でも遅れを取ってしまうと、韓国に関してですね、韓国との競争に勝つことができないという懸念が出てくる。で、したがって何としても経済連携の枠組みの中に入りたいということではないかと思います。経済のですね、中国への依存度が高すぎると。で、これを是正する意味でですね、この経済連携協定の参加が必要になってくるというポイントでございます。
台湾がそれでは希望するように、そんなにと、経済連携の枠組みの中に入れるかというポイントなんですけれども、それを見る場合にやはり中国の影響力というのは結構大きいんではないかなというふうに思います。まあ、TPP に関しましてはですね、中国が入っていないということで、それがネックになる可能性が、まあ、十分あるし、まあ、RCEP に関しましてはですね、まあ、中国が主導しているので、後々入る可能性があるかもしれませんけれども、まあ、いろんな形の圧力に対してですね、台湾自身がそれを跳ね返すような世論形成とかができるかどうかということが非常に有効なのかなと思っております。で最後に台湾の地域経済連携参加による日本のメリットということでございますけれども、まあ、これは台湾がうまく入れればですね、アジアでの、台湾ネットワークの活用というものができるようになります。日本にとって、台湾との互換関係を活用した、対象地域でのサプライチェーンの展開というものをできるということです。でしかしながら、先ほど申し上げたようにですね、台湾の TPP、RCEP への参加のハードルは、まあ、必ずしも低くないというふうに私個人は見ております。で台湾の現状維持、というものにはですね、やはり経済規模とか今までの歴史的なつながりから 見ると台湾にとってですね、日本、アメリカ、中国とのバランスをしっかり取るっていうことが大事なのかなというふうに思っています。ですがまだ2016年までバイクルセルの任務はあるわけで、全体として少し今度は経済だけじゃなくて政治の方まで話が進むのかということに対する、まあ、懸念ない何か、まあ、台湾の中に起きてきているというところも当然あると思うんですね。まあ、そこで、スピードをですね、必要だとは思っていても、どのようにスピードを進めていくかというか、小倉さん言われたようにどのようにその納得させるように説明していくかって、これはどこの国の政治家の責任でもありますから、まあ、その辺がやっぱり、課題になってくると思うんですね。まあ、今のところバイデン政権と中国の関係はそんなに悪くありませんけれども、ちょっと今心配なのは中国自身がですね、まあ、ちょっと非常に拡大してきて、外に対して非常に強く出てるという皆さんもいうことで、私は習近平政権がこれから台湾政策をですね、何か焦ったり、あるいはその力で何か解決できるというようなことを思い始めると、やっぱり非常に危険なことになって、そういう国も話しているような経済的な協力の前提が崩れてしまうということになりかねないので、まあ、その辺は注視していきたいなというふうに思っております。